皆さんおはようございます。最強武将専門家のヨッシーです。かっこ自称なんですけどね。はい、ということで今日も新三国無双 M やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ということでね、今日はですね、最強武将の呂布についてね、やっていきたいと思います。はい、何本かね呂布の動画出したんですけど、改めて使ってみたらあいつはやべえっていうことに気づいてしまったんですよ。まあ簡単な言葉で表現するとゾンビです。はい、よーく意味が分かんないでしょ。はい、よーく意味が分かんないということはこの動画を見ていただければ分かると思うんでね、ぜひ最後まで見ていってください。はい、ということで本日もやっていきたいと思います。と、始まるその前にですね、皆さんこちらの、ポイントショップが来てますんで、皆さん忘れることなくね、こちらの方、交換してくださいね。はい、地道にね、毎日やっていればね、必ずね、いろんなものが手に入るのでね、こちらのポイント獲得方法、こちらを見ていただいて、ちょこちょこちょこってやって、まあぜひね、クリアしておいてください。それではね、もう一度行きましょう。はい、ということでね、毎日呂布のお時間がやってまいりました。残り1週間になっておりますので、皆様忘れることなく引いていってくださいませ。ということでやっていきましょう。はい、どんどん呂布を出して MR へやっていきたいと思います。まあなかなか MR ならないんですけどね。さあ行きましょう。運よくれ、うわーダメだ。さあでもワンチャン昇格がある可能性がほいないのか。この落ちる時にドン。はい、残念です。ということで、まあ、10連目はね、まあ、残念ながら引くことはできませんでしたがね、20連目に全てをかけたいと思います。行きましょう。さあ来い、さあ来い、頼むぞ呂布さん、お願いします。あなたを待っている、私は待っているんだ、お願い。あー、ダメだダメだ、もう運がないような気がする。運が欲しい、頼む。ここで昇格ドン。いやー、ダメです。いやー、きついですね。ということで、20連目も出ることはありませんでした。いや、もしかしたら30連目で来るかもしれない。今日もお会いしたいです、呂布さん。お願いします。やっていきますよ。お願いしますね。出てください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 。なんで紫かよ。待ってくれよ。そろそろ金が見たい年頃なんです。お願いしますよ。うわ、来た。昇格。でーんって、ちゃうやんけ。ちゃうやんけ、それ、5やんけ。周公金。戦場に勝利の調べを奏でん。周公金。熟した。戦場になんとかを掲げん。熟してねえわ。マジで。ちょっとスキップしますね。はい。うわー、出なかった。この野郎、ピックアップすかしやがって。もう一回いきます。さあ、頼む。出てくれ。私は待ち望んでいるんだ。呂布よ、頼む、出てくれ。うわあ、せっかく今さっき無償がワンチャン昇格があるかもしれない。来い、来い、来い、うわあ、落ちるときに昇格がドン。残念です。ああ、マジか。毎日、呂布さんに会いたいんだけどな。こんなに待ち焦がれているのに、出会うことができません。悲しいです。コロ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 、来た。やっと来ました、皆さん。ついに来た。お前、ピックアップだけは外すなよ。絶対に。ピックアップだけは外すなよ。いいか？良いか？行くぞ。ではみんな、見ていてくれ。手加減は難しい。行くぞ、スキップ。うわぁ、もう、なんで？もう、なんで？なんでだよ。ピックアップとは、真剣だよ、こっちだって。突っ込むわ、ほんとに。突っ込んでやるか、ほんとに。まったく。出ねえじゃねえか。ということで、もう一回引こう。諦めるな。心で諦めたらもう諦めてしまうから、諦めるな。諦めるな。うわぁ。紫です。今日は、つきませんね。ということで、まあこれ残念ですが、ダメだった。残念ですが、まあ、いっぱい引いたんでね。今日は残念です。ちょっとマイレージ溜まったんじゃない？はい、マイレージが溜まりましたね。ありがとうございます。あ、ちょっと待って。あ、あと10連で確定じゃん。ということで、あと10連引いておきましょう。はい。皆さん、これが最後です。いきます。
毎日呂布さんにお会いしたいんです。ん、青マジでからの昇格あるかな、トン。マジからのトンとくる。うわー、絶望的絶望的。はい、ということでクソかこれ本当に。ということで暴言が飛び出したところで、マイレージで呂布さんを受け取って、今日の動画に行きたいと思います。それではやってまいりましょう。はい、ということで、本日もやっていきたいと思います。まあ少し取り乱してしまったんですが、まあしっかりと、この呂布さんのねゾンビ具合をね皆さんに知っていただきたいなと思います。はい、どういったことがゾンビなのかというとですね、割と呂麗希ちゃんと同じような発想なんですが、まあこちらですね、戦法を見てください。はい、この血統と何て言うんだこれ、天武大地を潤すってやつね。うん。まあ、こちらの方をつけていただくと、ゾンビができちゃうんですよ。うん。まあ、どういうことかというと、まあ、血統で、自身の防御力が 15% 低下するんですが、攻撃を受けるたびに、被ダメージの 12.8% 分の体力を回復しますよっていうものになっております。で、もう一つのちょっと漢字が読めないやつ。こちらに関しましてはですね、回復効果が 60% 上昇、体力が 40% 未満の場合、効果が2倍に上昇するという効果になっております。はい。この2つをね、うまく組み合わせることによって、この呂布さんがゾンビになるんですよ。マジで強いから、これはね、皆さんに試していただきたいなと思います。はい。でですね、こちらの武将魂も見ていただきたいんですが、呂布さんのこのスキルの中で回復を持ってるやつがあるんですよ。はい、これ見てください。使用時に体力が 7.5% 回復とかもあるんですよね。こちらの方の回復とかでもね、かなりね体力回復してくれるんでね、それもちょっと見ていただけたらいいなと思います。はい、まあ実際にね実践を見せますんで、その実践を見ていただいて、私のこの呂布のゾンビ具合を見ていってください。はい、それではやっていきましょう。はい、ということで実際にやっていきたいと思います。この呂布さんのゾンビ具合を見ていただいて、めちゃめちゃね本当死なないんで見てほしいと思います。うん、この体力の回復具合とかね見てください。はい、なので、ぜひね皆さんも血統と、もう一つのあの漢字が難しいやつ、あれをつけていただいて、ゾンビの呂布さんを、作ってみてください。はい。まあ、しかしですが、戦法の方がですね、しっかりとレベルを上げておかないと、どうしてもね、回復量とかが下がってしまうんでね、そこら辺は要注意になってます。はい。で、呂布さんの固有戦法に関しましても、こちらですね、ちょっと、虎さん出てきてごめんなさい。こちら。この三国無双に関しましても、最大体力の 30% 分を削られることによって発動するっていうのもあるので、この2つの戦法の組み合わせっていうのがめちゃくちゃ生きてくるんですよね。うん。で、こうやって HP 減るんですが、また回復するみたいな感じです。で、回復して、で、さらにまたスキルを使えるっていうのを繰り返せるんで、まさにゾンビ。はい。つまりこれが最強なんですよ皆さん。呂布さんの最強は単純に強いだけじゃなかった、このゾンビ具合がやべえです。はい、なのでぜひ皆さんもねこちらの組み合わせをしていただいて、ゾンビ呂布を作ってみてください。ということでね、本日はですね、最後まで見ていただき誠にありがとうございました。まあ、これがね真の三国無双呂布ということになっておりますんで、皆さんもぜひねこの組み合わせで使ってみてください。めちゃくちゃ強いんでね、ぜひおすすめになっております。それでは、次回またお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。